ろしくお願いします。いや俺最近ねボイスパーカッションですげえ憧れるんだよね。あれめっちゃかっこいいなって思うんだよね。ほんと、うん、俺ボイスパーカッションできるよ。マジで、うん、ボイスパーカッションできるの知らなかったの。初めて知ってる。そんなマジか。じゃあボイスパーカッションやってみてよ。いや全然いい、うん、あちょうどさ俺携帯のアプリで、うん、録音したものをどんどん重ねてループして、うん、1曲作るってもできるから。すげえなそれ。ちょっとそれやってみようよ。やってみよう、やってみよう。これであのここ押せば録音できるようになってるから、うん、やってる、うん、分かった分かった。ボイスパーカッションやるから。すげえなそれ。いくよ、うん、うわ本当にやってんじゃん。重ねた重ねた。こうやって重ねて曲作るわけね。かっこいいな、すげえなそれ。マジかよおい。これどうなってくの。これ重ねるわけでしょ、また次の音。これ次の音どんなやつ。これどっから出してんのその音は。これすげえな。どういう音それ。すげえすげえ。コーラ飲んでどうすんだよそれ。初だよな、コーラのゲップでベースを奏でるやつ。すげえ綺麗なベース出るな。服脱いでどうすんだ。なになになに。いや脇でおならするやつは見たことあるけど、脇でストリングス奏でるやつ初めて見たよ。それどういうこと。すげえなマジで。乳首の音色じゃねえよそれ。どういうこと。それどういう世界観の乳首の音。すげえな。だんだん乗ってきたな、もうノリノリじゃねえか、曲に合わせて。ちょっとこれこのまま歌っちゃうんじゃねえの。君と僕とでナイアガラ、オーケー。なんだその歌詞は。歌詞意味わかんない。なんだそれ。君と僕とでナイアガラ、オーケー。すいません、入ってこないでください。誰ですか。誰でナイアガラって言ったの。日本の首都はナイアガラ、オーケー。違いますよ、ナイアガラね、東京ですから。いや、乳首でナイアガラをするな。乳首の綺麗な音色でな、いつだろ。いや、もはやファンタジー。